はい、どうも野球部からの江田です。ということでね、また3対0、おいおい3度目だぞこれ、3回連続で3対0なんてね、いやー、もうもはや狙ってるとしか思えないですね。逆に3戦連続3対0で負けよ、ちょっとねびっくりしましたね。でまあ昨日も元気に完封負けなんでね、これで3試合連続の完封負けで、イニングとしては30イニング連続無得点というね、とっても不名誉な記録作っちゃいましたよ。しかも昨日に至ってはね、ヒット1本、相手松葉選手に対してヒット1本ですよ。まあ中盤までねノーヒットで、でただその後5回かなに聖夜選手のワンアウトが聖夜選手のヒットで、そこから、まあ、ランナー3塁まで進んでワンアウトランナー3塁というね大チャンスで、バッターはベテランスタメン復帰の長野さんですよ。長野さんなんですけど、ここでファーストゴロをボテボテでホームタッチアウトということでね、得点できず、でさらにその次もね、まあ相手のデッドボール、ツーアウトからデッドボール、フォアボール、フォアボールでツーアウト満塁のチャンス作るんですけど、そこでも凡退というところでね、本当に点が取れない、1本しかヒット打ってないからね。で先発は玉村選手だったんですけど、その玉村選手も土上選手にね序盤にツーランホームラン打たれてしまうんですよ。まああのボールもねそんなに悪いボールじゃなかったんですけど、打った瞬間いかないと思ったんですけどね、意外にパンチ力を持っている土上選手に運ばれてしまいましたよ。で2対0でしょ。でそこからまた終盤ツーアウトランナーなしから京田選手のヒット、それから盗塁で、そこからタイムリーというところでね、なんかもう効果的に点取られましたよ。いやーにしても3対0で3日連続だからね、なかなか厳しいんですけど、もう後半戦始まってからこれで連敗4連敗ですからね、初戦の阪神戦しか勝ってないっていうところで、いやーなかなか厳しいんですけどね、なんとか今日は勝ってほしいところですよ。もう玉村選手に申し訳ない、結局6回3失点でまた黒星ですから、玉村選手の防御率もそんなに悪くないけどね、あんまり勝たせてあげてられてないんで、高卒2年目の若い選手なのにというところでね、ほんと悔しいところなんですけど、まあ昨日でも松葉選手もねそこまで今年調子良くないんですけど、その松葉選手に1安打だからね、ちょっと厳しいことになってますよ今のカープ。あの阪神戦の初戦の勢いがどこへ行っちゃったのというね、そんな気でした。はい、ということでね、今回この辺でやっぱり食って振り戻る、もう今日こそ勝とう。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。